このお話は、私が勤めているお菓子屋さんによく来る A さんという方から聞いたお話なんです。この A さん、昔旦那さんがいて、もう他界していないんですが、その方デザイナーさんで、それで時々デザインで使う仕事道具がなくなるっていうことがあったんですよ。それで、その A さんとその旦那さんのお家に、9体の人形があったんですね。まあ、今でも存在するんですけれども、その9体の人形、その人形たちが、そのデザイン道具を隠すって A さんが言ってたんですよ。それで、ちびちゃんたちっていう名前をつけてて、それでちびちゃんたち、もし、いたずらで隠してるんだったら、ちゃんと元に戻しといてね、で A さんがその人形たちに言うんですよ。そうすると 2,3 日後にそのデザインで使う道具が元の場所に戻ってることがあるっていう話を聞きまして、でもぜひともそんな人形あったんだったらぜひ見させてくださいって言って、それで A さん家に行くことになったんですよ。そしたら、A さん家は、平屋の一軒家で、玄関開けて入って、すぐ左側にリビングがあって、で、そのリビングの奥の方に、霧のタンスがあったんですよ。それで、そこの霧のタンスに、9体並べられてたんです。それで、その9体の人形を見たんですよね。目の前にしてる9体の人形は、全部同じ顔してたんですよ。で、この人形どうしたんですかって聞いたら、その生前生きていた旦那さんの義理の妹さん。旦那さんの妹で、A さんからしたら義理の妹さんが一体ずつ持ってくる。って言うんですよ。それで9体になったって。それでその9体の人形を目の前にして全部同じだったから、同じなんですね顔って言ったら、その A さんがいや違うわよって言うんですよ。それで、でもどう見ても同じなんで、本当に違うんですか、いやだから違うってばっていう会話をして、でそしたら、その A さんが、昔、旦那さんと A さんとその人形を全部連れて、旅行に行ったことがあるって言って、アルバムを見せてもらったことがあったんですね。そのアルバム見ると、その人形と目の前にしている人形が、まるで別人で、別のもので、明るいんですよ。その人形がすごく明るくて、綺麗で可愛くて、生き生きとしてるんですよね。でも目の前にしてる人形は、すごいどんよりしてるんですよ。それで、その A さんと旦那さんっていうのは、すごくその人形たちを、すごい可愛がってたんですよね。どういう風な可愛がりかっていうと、その旦那さんに関しては、自分が食べてる食べ物をスプーンですくって人形たちにあげる素振りをするんですよ。それで A さんに関しては人形の洋服が全部手作りなんですって。それで一体一体全部作って、9体分作ってから全員に着させて初めて完成するっていうんですよ。どんだけ可愛がりぶりなんだろうなって思ったんですけど、で、そしたら、その人形なんでそんな風にするかっていうと、A さん曰く、なんていうのかな、一体だけに作ると、みんなが、なんであの子だけ作ってもらってって思うんじゃないかなって言うんですよ。ひがむんじゃないかって。あと、そのアルバム見せてもらった時にすごくびっくりしたのが、人形分の座席を
列車の座席を用意してるんですよ。だからボックス席になってて、で A さん座って、旦那さん座って、対面で人形がこう対面できるようにするっていうぐらいの可愛がりぶりで、もう異常じゃないですか。でそこまで可愛がる理由がいまいちよくわからないんですけれども、あとまあこれは本当に憶測なので本人に確認はしてないんですけれども、まあ例えばまあ流産したりとか、まあ、子供ができなかったりとか、まあ何かしらで子供いないんじゃないかなとは思ってるんですけれども、真相は定かではないので憶測なんでわからないんですけど、ただ本当にこんだけ違うんだって思った、こんな不思議な話でした。